お帰りなさいませご主人様、フィギュア界のアットホームカフェことトイカンチャンネルでございます。そんな萌え萌えキュンなトイカンチャンネルが今回ご紹介するフィギュアがこちらです。劇場版冴えないヒロインの育て方フィーネよりなんだかなーでおなじみの加藤めぐみメイドバージョンでございます。萌え萌えキュンということで気持ち悪いですねで今回は久々僕たちの胸をキュンキュンさせてくれるヒロイン加藤めぐみのフィギュアのご紹介です。いやー久々ですね。久々でもないかな、卒業バージョン以来の加藤めぐみフィギュアということですよね。しかも初衣装のメイドコスですよ。ありそうでなかったメイドコスの加藤ということで僕もめっちゃ興奮しています。こちらスケールは7分の1となっておりまして、販売価格が税込みの 16,500円となっております。ちなみにこれまでに出ているアニプレックスさんの最下のフィギュアと言いますと比較的エロいやつが多かったんですけれども、おパンツ見せたりおパンツ見せたりと、で基本3人それぞれね、加藤、エリリ、詩羽先輩が出ておりまして、さらに今後もランジェリーの方は泉ちゃんとみちるが発売予定となっているのですが、今回はそのエロフィギュアから打って変わってのメイドです。萌え萌えキュンです。やはり美少女フィギュアといったら水着、下着、そしてメイドと、やはりこのメイド衣装は外せないということで、売れるなら売り尽くすまで出し尽くそうと、僕らの財布が枯れるまで今後も各メーカーが色々と出してきそうですよね。ちなみに今回のメイド衣装も美咲先生の書き下ろしです。ちなみに美咲先生は子供服のデザインを参考にされているようで、なので今回もね萌え萌えしてそうですよね。萌え萌えと。ではとっとと箱を開けていきましょう。台座ですね。なんかデザインされてておしゃれですね。で本体を、おお結構しっかりしてる。でおーいいですね。うん、これはたまらんですね。ちょっと待って、ちょっとピントがねなかなか合わない。これ結構レンズに近い位置で撮影してるんですよ。ちょっと三脚とかの都合上これ以上ね離れて撮影できないんですよね。あーでもなかなかこのメイド服のシワのつき方がいいですね。でチラッとあーいいですね、このタイツ越しのパンツこれがねたまんないっすね。うん、あーでもこれあんまりね近づいて写すとまたね YouTube に怒られますからね。うん、ほどほどにしますね。まああとね結構ねこれ映してると加藤ファンに怒られますからねいつもすいませんね。でこの加藤の表情もなんかね珍しいですよね、このおすまし顔みたいな。で胸元がこれが例のあのアンミラ風スタイル、でも加藤にしては小ぶりに見えるっぽいかな。ここもシワのつき方がいいですね。うん、なんかね柔らかそう本体以外の付属品は台座のみです。説明書もありません。台座はこのように丸い円形で加藤の名前がプリントされているのと、あと青いラインがデザインされています。では組み立てちゃいましょう。組み立ては台座に取り付けるだけです。加藤の足裏にこのように穴が開いているので、これをこの台座のダボに差し込みます。こんな感じでこのように片手でも簡単に組み立てられました。これで完成です。よくこの片足立ちのフィギュアで時間経過で傾いちゃうなんてことを言う方がいらっしゃるんですが、まあ、最近というかねもうだいぶ前からですね、この手のフィギュアには足の中にも長い鉄の支柱が入っていまして、傾くことはねまずないです。まあ、傾いちゃうのはよほど昔のフィギュアか、あるいはねクソメーカーが作ったフィギュアでしょうかね。うん、まあ、今この時代に傾くフィギュアを作っちゃったらすぐに SNS とかで拡散されちゃいますから、それこそメーカーにとって致命的ですからね。うん、そういうことはね今ほとんどないですね。でちょっとね背景紙の方も変えてみました。久々にグラデーションペーパーを出してきたんですが、やはり加藤にはピンクが似合いますね。うん、いやいいですね。結構ね萌え萌えしてますよね。うん、で結構これ体がくの字になっててバランスどうかなと思ってたんですけど、このメイド衣装のねふわふわ感、モコモコ感がいいですね。柔らかい感じが出ていて、
うん、いやいいね、うん、本当にね柔らかい感じが最高ですねこのフィギュアは。では恥ずかしいところも含めてじっくりと見ていきましょう。まず頭にはメイドの必需品メイドカチューシャ、これは折り目が深いタイプのデザインです。頭に留める青いバンド部分の塗装も綺麗です。そして髪の毛は美咲先生ではおなじみの毛先に向かって紫に変わるグラデーション、僕も初めて見た時は違和感を感じましたが見慣れるといいですね。毛先も細かい造形になってまして、この耳が見える造形が個人的には好きです。そして萌え萌え顔、これはアキくんじゃなくてもキュンキュンしますよ。もうそりゃチューしたくなるよ瞳のカラーも髪の毛と一緒でブラウンからパープルに変わるグラデーションで、チークが多めです。まあチークというか赤らんでる感じ、こんな格好をさせられて恥ずかしがっているというシチュエーションでしょうかね。そしてこのフィギュアの主役のメイド服、このメイド服のクオリティがなかなか高いです。見どころは大きく2つに分かれてまして、上の胸周りのフリフリ造形と下のふわっとボリューミーなスカート。まずこの胸周りのフリフリ、結構シワが多めというか大きくついているんですけれども、これが胸と服との隙間を表現していて、それがゆったり感というか柔らかさを表現しています。揉んだら柔らかそうなもみもみみたいなそんな感じですかね。ただ横から見ると結構ね大きいのがわかります。歌葉先輩には若干劣るものの、エレリには圧勝的な。で上からの眺めは絶景です。ちょっとねこの画像ではわかりづらいですが、谷間の造形はかなり萌え萌えになっています。ごちそうさまです。これはぜひね手に取って見ていただきたいですね。そしてメイド服はブルーのストライプ柄、これが何気に清楚に見えていいですね。この手のフィギュアだと背中がパックリ肌が露出するものが多いんですけど、これは上まできっちり隠れてます。これはこれでまた新鮮でいいですね。でスカート部分には大きなシワに合わせてシャドウが吹いてあるんですけど、結構色の温度差があって、これがねボリューム感をさらに増幅させている感じです。縁のフリフリデザインもきちんとかたどられた凹凸になっていて、細かいところまで丁寧に造形されています。でそのスカートの内側にはクリアパーツです。結構厚めの素材でより深く波打った造形になってますね。これがまたスカートのモコモコ感を増幅させてますよね。個人的にはそのスカートを押さえる手、この手の造形が好き。なんかねなんかエロく見えるんですよねなんですかね。でタイツを履いた足です。しかもこれメイドの定番のニーソではないんですよ。完全にお尻まで覆っているタイツです。なぜという感じなのですが、まあこれはあれですかね、あまり下品なエロさを避けたということでしょうかね。まあ個人的にはどちらでも OK なのですが、でもやはりメイドなのでニーソにして欲しかったかな。しかしこのタイツ越しに透けて見えるおパンツもこれはこれで微妙なんですよね。そして靴は衣装に合わせたブルーの靴、ここも光沢のある綺麗な塗装です。やはり足元の仕上げがいいとフィギュアが全体的によく見えますよね。いやーいいですね、この加藤のフィギュアはいいですよ。なんか表情がふわっとしていてはっきりしない感があったんですけど、全体的な雰囲気が素晴らしいです。特にメイド服のボリューム感、これがね素晴らしいと思いますね。雰囲気的にはあのマックスファクトリーの加藤に似ているかも。片足立ちでちょっとね浮遊感があるのと、メイド服によるボリューム感、これがシンプルながらも存在感を出しているような感じがします。コテコテのメイド服ではなくてサイカノ風のメイド服、どっちかっていうとウェイトレスみたいな感じなんですけれども、こんな子がいるカフェなら毎日入り浸りますよね。そしてオムライスを頼んで萌え萌えキュンしてもらいたいですあとオプションでチェキも取ってもらいたいですねそして忘れてはいけない今回の看護師、今回の看護師は手、なんかねこの手がエロいんですよいやいやエロいのはお前の頭の中だろうと、まあごもっともなのですが、さらにこの腕で胸を強調するあの谷間を寄せる仕草もグッドです。まあでもこのポージングが素晴らしいですよね。うん、ぜひねいろんなキャラにこのポージングをしてもらいたいですね。そしてこの素晴らしいメイド服のヒロインがまた出ます。次はなんとカカ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 カスミガオカ歌葉先輩がやはりメイド衣装になって出ます。やはりこのアンミラ風の衣装だと歌葉先輩は最強でしょうね。こちらが予定では今月の発送予定なんですが、延期する可能性が高そうですかね。でさらに沢村スペンサーエリリも出ます。
お胸はちっぱいながらも可愛い造形で、さらに襟はいつものオーバーニーなので、ニーソなので可愛いおパンツも拝めるということでございます。まあエリリは金髪だからね、このブルーのメイド服だとエリリが一番似合ってるかもですね。うん、いやー本当にね、非常に楽しみです。アルターとかアルファマックスのあのね HH フィギュアもいいんですけれども、リボルブのメイド服も負けてないですね。お財布的には厳しいですが、できたらね残りの2人も出してほしいかな。特に泉ちゃんは似合うと思うんですよね、メイド秘書が。でも最強じゃないですか泉ちゃんは。まさに萌え萌えキュンですよね。キュンキュンしたいわ。期待しております。ではでは、またね。